こんにちは、ひまわるさとみーです。全国いろいろな場所のプリちゃん店へ行く、プリちゃん店へ行こう。今日は福島県の会津若松駅前に来ています。ここからおもちゃ屋本舗会津千石店へと行きます。駅の改札正面のドアから出ると柵に囲まれた歩道があるので、ここを通りましょう。すぐに地下道があるので、ここを通ります。階段が急なので注意して、地下道から道路の右側に出るので、ここの階段ではなく横に曲がって階段から上がります。階段を上がったらしばらくまっすぐです。しばらくまっすぐ来たら、右側にマクドナルドがあるので、ここの交差点を右に曲がります。ここの交差点で道路を渡ってしまいましょう。そして再びまっすぐ進むと、到着、おもちゃ屋本舗会津千石店に着きました。駅から歩いて25分ぐらいかかりました。ちょっと遠いわね。お店にはプリちゃんが1台カウンターのすぐ横にありました。椅子は折りたたんだ状態で置いてありました。ちょっと狭いのと、常にカウンターから視線が飛んでくるので、落ち着いてプレイするには厳しい環境かなと思いました。今日はここまでです。次回はどのお店に行くかな。それじゃあお楽しみに。